はい、すするの道の駅 TV ということで、今日は夜です。夜の新橋に来てます。メインチャンネルのすする TV でもお世話になってる方に焼肉に連れてきてもらいました。こちらの方です。お願いします。どうもー、あなたのご飯のおかずワッキー TV でーす。どんな紹介なんですか。いやお久しぶりです。めっちゃどうもお久しぶりですね。まさか噛みました。確かに相変わらずじゃないですか、すずるさん。まあ相変わらずラーメンですね、まあ、こっちですから。こっちで肉を食べたいなってことで、じゃあ連れてもらっていいですか。はい、はい、ちなみにこれはあのミッドナイト、これミッドナイトです。スルのミッドナイト、ミッドナイトついてですか。初めてじゃないですか。ワッキーさん初です。あどうもです、初めまして。デビューですね。はい、ありがとうございます。嬉しいです。はいはいすげえな。おおおおおお、マッキーさんお疲れ様です。お疲れ様です。乾杯。どうぞ。うん、もうね、ブルーシロップ。ロッキーさんがおすすめするキャベツ、いただきます。これだったら全然キャベツ食べれますよ。なんか他の牛タンですか、ロッキーさん。牛タンですよ。最高じゃないですか、マジで。上タンですよ、上タン。いっちゃいましょう、いっちゃいましょう。あざっす。いただきます。いや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 、おお、焼け目がよ本当にいい感じだ、これ焼け目いいっすね、これ。あー、いただきます。うまっ。牛タン、うまっ。タンはいいね。いやすごいな、とんでもねえな。これがさっきね、マルーシロック、マジかよ。肉の塊だったやつですね。これはもうね、4、5秒でいいです。一瞬ですね、もういきますよ。はい、もういいです。もういいんすか。はい、もういいです、これをこちらに移しまして、はい、ワッキーさんが焼いてくれたお肉を。クラウン。いや、やばいっすね、お前。なんだこれ。ラーメンじゃないリアクション見れて僕幸せですよ。じゃあ今度わさび入れてみます。そう、わさび美味しいと。うわ、そうっすか。わさびもうまいし、肉もうまいし。柔らかい。ワッキーさん、これなんすか、これ。リブシンの贅沢ウニロール。ウニと肉を食わしてるんですか、一緒に。そうです、そうです。牧場のリブロース使ってますからね。いや、すごいな、ウニもこんな丸々でかいやつ。そうですね。と肉、これもお店の人がやってくれるんで、僕たちは食べるだけっていう。素晴らしいじゃないですか、本当に。至れり尽くせりですね。おい、すごいな、マジ。誰考えたと思って、このメニュー。いや、マジか。はい、お待たせいたしました。わー、ありがとうございます。そのまま召し上がっていただけます。そのままでいいですね。一口はもったいないけど、でもいっちゃいましょう。一口いきましょう。はい、クラウン。いやすごいっすね。うまっ。びっくりするわ、こんなの。一瞬溶けますよね。なくなったんですよ、もうないですもん、ね、ってなくなったんです。贅沢ですね、贅沢ですね、これは本当に。うん、ミスジ焼いちゃって、ミスジ焼いちゃいましょう。すするさんが焼肉焼いてますよ。とりあえずいいっすね。そうですね、黄色はついてますね。いいですね。いや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 、おー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 、すするさんいいじゃないですか。ちょっといいっすね、今いいバッチリタイミングですよ、これ。かなりいいっすね。バレながらいい具合ですよ、この感じ。ミスジをいただきます。フラン。おお、ほんとだ、なくなった。この肉厚でこのとろけ具合、これはうまいっすね。チラミスマジめっちゃうまいっすね。一瞬で食べちゃいました。いや、早っ。美味しすぎて。はい、ごちそうさまでした、本当に。もう本当にありがとうございます。いやいや、久しぶりですよ、僕焼肉。いやそうですよね。めっちゃ美味しかったです。どうでした、マルーシミートさん。いやもう全部美味しかったです、ね、基本的に。あんな柔らかい肉なかなか食べる機会ないんで、日常で。まあまあ、いい肉使ってるね、お店だったんで。ですよね。すするさんはもうね、毎日ラーメンすすってますから。そうですね。やっぱり今日はね、うん、お肉を食らうっていうシーンを、ね、珍しくお見せしましたけど、多いのはね、いいんじゃないでしょうかね。はい、まあでも今回これ焼肉でしたけども、はい、また他にもね、いろいろありますので。そうですね、いろいろもう連れてってください。まあ普通に飲むだけでもいいし。そうですね、うん、でまたもちろんこのマルーシミートさんは他にも店舗あるから、はいはいはい、はい、まあちょっと機会があればもうぜひぜひ。このお店もすごいもう通っちゃってるんで。あ、そうなんですね、はい、はいはいはい、はい、なのでね、ぜひぜひ、ぜひぜひまた連れていっていただければ、はい、はい、まあすするさん、はい、まあもうこれを機に、はい、毎日ラーメン健康生活はもちろんありますけど、はい、毎日焼肉健康生活もいいんじゃないですか。まあありっすね。ありだろ。2つ同時は結構やばいっすね。だからこうね、10、10、どうもーっていう。10、10いいっすね。10、10か、もう、もうか。ありだ、もう、もうありだ。適当だな。いや、ありだ。